遠い遠い昔、地球のすべての浜辺の砂の数ほどの日数を遡った遠い昔、あなたという一つの心は、あなたの中に一つのストーリーを生み出しました。なぜなら、あなたは自分のことが知りたいと思ったからです。あなたは形のない心であり、それ一つしかなく、何も見えず、何も聞こえず、何も感じなかったので、自分自身を認識する術を持っていませんでした。そこで、自分自身の心の中身を立体映像化してみて、自分を認識することにしたのです。その時、あなたの心の中には、たくさんの人がいました。そして、その人たちが生活する空間、社会、惑星、その惑星が存在する宇宙がありました。そしてそのすべてを映し出したのです。その時、様々な経験をするための時間も生まれました。そうして仮想現実が生まれたのです。その中に登場する人物、動物、植物、物、山、川、岩、すべてはあなたでした。あなたはその中の一人としてそのストーリーの中に潜り込んでみることにしたのでした。そしてあなたは、あなたが形のない永遠の心であり、すべてがあなた自身であるということを忘れて、仮想現実の中の役柄にのめり込んでいきました。ある時あなたは、ある高度な文明の中に転生しました。その文明の中では、仮想現実を生み出す技術がすでに確立されていました。そこであなたは、また仮想現実を作ったのです。その中でまた仮想現実を作るものが現れました。またその中でも仮想現実を作るものが現れました。そうして、あなたという心の中には、何重にも仮想現実が生み出されていきました。そして、その仮想現実の中で生まれた人間の一人が、あなたです。あなたは仮想現実に生み出された人間のふりをしている一つの心なのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は本当の自分を知る本、不安、迷い、執着から解放され、自由自在に生きるたった一つの方法という本をご紹介したいと思います。皆さんに改めて聞いてみましょうか。あなたは誰ですか？え？誰って、私は私でしょうよ。うんうん、おっしゃる通りです。では、どこからどこまでがあなたなのでしょうか？親や友達から見たあなたはあなたでしょうか？お昼食べた食事やお風呂上がりに切った爪はあなたでしょうか？今、この動画を見て何かしら湧き上がった気持ちはあなたでしょうか？よく考えると、僕たちはちゃんと自分を考えたことなかったと思いませんか？でもね、この自分とは何かがとっても重要なんです。私は誰で何のために生まれてきたのかを知ることが自由自在に未来を引き寄せるためのたった一つの方法なんですって。絶対に知りたくないですか？著者は本チャンネルでもたくさんの著書をご紹介させていただいている奥平亜美さん。ご自身の生活も一変させた引き寄せの法則を伝える引き寄せの教科書が第二次引き寄せブームを巻き起こし、以来引き寄せの法則に関する著書を数多く出版されている奥平さんが、引き寄せの先、願いを叶えるために最も大切な自分は何者かを知ることをスピリチュアル、量子力学を交えた観点から教えてくれるのが本書なんです。ちょっと驚きや衝撃を受けてしまう方もいらっしゃるんじゃないかなっていう考え方が変わる一冊ですよ。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、
チャンネル登録していただけると嬉しいです。仮想現実を生きる。今何が見えていますか？皆さんこの本を見ていると思いますが、本の他にも部屋の中の机や椅子、コーヒーの入ったカップやその他たくさんのものが見えるでしょう。しかし、この本もあるように見えるだけで、実は存在していないとしたらどうでしょう。例えば、普段私たちが見ている映画は、昔だったらフィルム、今ならデジタルメディアに記録された情報やデータをスクリーン上に投影したものですよね。映画そのものに映し出された世界は、本当に存在するのではなく、創作されたもので、実体はあくまでも記録メディアの方にあることを私たちは知っています。それと同じように、私たちの生きているこの世界は、実体である情報、データから映し出された立体の映像世界だとしたら、もし宇宙のどこかに科学が高度に発達した文明に住む人がいて、私たちが小説や漫画を描くように、あるいはゲームを作るように、仮想の惑星や時間と空間を作ってしまえるとしたら、そして私たちはその中に生きているとしたら、それは不可能であるとは言い切れないでしょう。もしかすると映画マトリックスのように、ここはコンピューターで管理された世界で、私たちは仮想人間で仮想世界に住んでいるのかもしれません。すべての物質は固体であれ、気体であれ、液体であれ、分子からなり、分子は原子からなっているというのは皆さんご存知の通りだと思います。物質というのは 99.9% 空洞だということを聞いたことのある人も多いかもしれません。実際、物質を構成する原子の中は 99.9% 空洞なのです。しかし、その物質、そしてそれを構成する原子があるように見えるのは、電子が高速で動いているから。扇風機が高速で回っているときは円盤のように見えますし、自転車の車輪も回っているときは円盤のように見えますよね。そして、空洞である私たちの体と他の物質が混じり合わないのは、電磁気力という磁石の同じ極が反発するのと同じような力が働いているからです。このように、物質世界というのは、小さな粒子に電磁気力などの力が加わってあるように見えているのです。つまり、そもそも全ては素粒子だということ。自分の体も、あの人の体も、目の前にあるパソコンも、パソコンが置いてある机も、座っている椅子も、今いる部屋のある建物も、みんなそもそもは素粒子だということです。今、私たちの目からは物質が存在するように見えますが、ではもし、この世界を素粒子しか見えないメガネで見てみたらどうなるでしょう。ちょっと想像してみてください。そうしたら、そこでは全てが混じり合って、何も見えず、ただ何もない世界があるでしょう。スピリチュアルで言われる、すべては一つ、や、ワンネス、とは、このことなのです。本来、私たちは、人間であれ、動物であれ、植物であれ、鉱物であれ、何であれ、区切りはありません。区切りがあるように見えているだけ、なのです。そして、すべてのものの素材は同じだということです。幸せな人も、怒っている人も、いい人も、悪い人も、あなたも、あなた以外の人も、人以外のものもすべて同じものからできているのです。あの素晴らしい人と自分が同じなんて信じられない、とか、逆に、あの人と自分が同じなんて嫌だ、と思うかもしれません。しかし、突き詰めて考え、冷静に見つめれば、あなたとあなた以外のすべてのものが違う、ということはありえないのです。宇宙が生まれたのは、今からおよそ138億年前と言われています。何もない真空から宇宙が発生したとされていますが、20世紀になり、その真空の中から粒子が出没しているということが発見されました。そしてその粒子の一部から原子や分子が誕生し、物質が生まれ、私たち人間が存在するようになったということなのです。2500年もの昔からお釈迦様が説いた色即是空も、これと同じことです。
今見えている世界は真空なのだということ。目に見えている世界の実態は目に見えないもの。つまり、あなたを含め、この世界の本当の姿とは、目に見えないエネルギーだということ。そして、あなたという心が、このエネルギーに影響を与え、物質世界を作り出しているということ。お釈迦様が説いてきたのは、このことなのです。仏教が私たちに伝えようとしているのは、この真理なのです。現代は、量子力学の登場により、2500年前から宗教の分野で説かれていた真理に、科学が追いついてきているという時代なのです。娘の学校が休校中に出された数学の課題に、このような問題がありました。0-5。そうですね。答えは5ですが、このマイナスの引き算について、こんな説明がされています。0からマイナス5を引きたいのだけれど、0には何もないから、まずその中でプラス5とマイナス5を作って、そこからマイナス5を引く。そうするとプラス5が残るから、0-5=5となるということです。つまり、0の中には無限にどんなものでも好きなだけ生み出せる。でも何かを生み出すと同じだけのマイナスが同時に生み出される。0の中でプラスが何個増えても、同時にマイナスを生み出せば、0は0なのです。どんなものでも生み出せるけれど、でもそれと同時に0。まさに無であり無限なのです。0の意味は何もない0ではなくて、中身のたくさん詰まった0なのです。そして何かを生み出せば、必ずそれに相対するものが生み出されます。私たちのいる世界は二元の世界です。表と裏、大と小、生と悪、光と闇、男と女、すべて対になって存在します。この世界が二元の世界であるのは、まさにこの世界がゼロの中に乱されているからなのではないでしょうか。そしてみんなゼロの中に存在するのです。すべてを生み出したのは真空であり無。そして無であり無限である真空。それこそが私たちが神と呼んでいるものなのです。それは無であるがゆえ、始まりもなければ終わりもないものです。そしてそれは同時にあなたのことなのです。結局のところ、すべては無であり、静寂があるだけで何も始まってもいなければ終わってもいない。私たちも生まれてもいなければ死んでもいないのです。個としての自分と全体としての自分。あなたは自分を〇〇という名前のただ一人の人間だと思っているかもしれません。そしてあなたはあなた自身を肉体だと思っているかもしれません。しかしこの世界が仮想現実だとしたら、その中にいるあなた自身も仮想だということになります。どうやらあなたは個の肉体と脳ではないようです。個の肉体を超えた何か、本書ではそれを一つの心、無、真空、空、本当のあなた、本当の自分などと呼んでいます。もちろんここで私があなたに本当のあなたを証明してあげることはできません。しかしこの本を通じて、あなたとはあなたが考えているような個の肉体と脳ではないということについて考え、そして感じ取っていただけたらと思います。少し考えてみただけでも、先ほどまで自分の外側にあった食べ物が自分の胃の中に入ったらそれは自分なのか、ダイエットしてお腹のお肉が減ったとしたらその肉は自分ではなかったのか、切った爪や髪の毛は自分ではないのか、など、もしこの肉体を自分だと考えると、どこからどこまでが自分なのかということはわからなくなってきます。例えば、家の中でも外でもいいのですが、急に虫に出くわしたとしましょう。多くの人はそこでびっくりするとともに、嫌だとか怖いという思考が瞬間的に湧いてくると思います。そこでちょっと考えてみてください。それはあなた自身が嫌だと思ったのでしょうか。自分で嫌だと思う、
怖いと思う、と思う前に、すでにそれは湧き上がってきたのではないでしょうか。だとしたら、それはどこから来たのでしょうか。それは反応とも言えますね。それらは、そもそもあなたの中に備わっているものであり、あなたの中に湧き上がってきているものなのです。また、もう一つ考えてみてください。あなたはどんな食べ物が好きですか？そして嫌いな食べ物は何ですか？好きな食べ物にしても自分で選んでいると思うかもしれません。しかし、あなたは嫌いな食べ物を今日から好きになることはできないでしょう。やりたい仕事、趣味、好きな場所、何にしたってそうです。その好きは好きだから好きなのであって、そしてそれはあなたに自然に備わっているもので、あなたが選んでいるわけではないのです。一日のうち少しの時間でもいいので、自分の中に何が湧き上がってくるか、それを見つめる時間を取るようにしてみましょう。もちろん、じっくり瞑想するのもいいですし、それが難しい場合は、歩きながらとか、お皿を洗いながらとか、お風呂に入りながらでもそれはできます。そして、湧き上がるものを、肯定も否定もせず、そのまま、あるがままに受け止め流すようにしていると、自分という個人が思考を選んでいるわけではないということに気づけるようになってきます。じゃあ、それはどこから湧き上がってくるのでしょう。その湧き上がってくる大元、それこそが真のあなたなのです。あなたが自分のことを決断できなくて行動できない人だと思っているとしましょう。でも一度、誰かに自分のことをどう思うか聞いてみてください。そうしたら、あなたは思慮深く責任感が強い人という全く違った答えが返ってくるかもしれません。さらに他の人にも聞いてみると、全く別の印象を持たれているかもしれません。さて、どれがあなたなのでしょう。また、例えば、同じ一つの本にしても様々なレビューがつきますよね。肯定的なものから否定的なものまで、本当に同じものを読んだのかというくらい、全く違うレビューが並ぶことも多いでしょう。なぜでしょうか。それは、その人の心の中にあるその本についてレビューに書かれているからです。レビューを書いた人が心の中に作り上げている本であり、その人の内面が反映されているのです。つまり、それを読んだ人の数だけ、その本は重なって存在するということ。本は括弧とした一つの存在ではなく、読んだ人の心の中にいくつも存在するということです。このように、括弧としたあなたとか本というものは存在しません。人の数だけ、その人の心の中に目に見えない形でいくつも存在するのです。目に見えるあなたや本は虚像で、心の中の方が実像なのです。そしてそれぞれが自分の中にあるデータを仮想現実の世界に映し出しているのです。これは人の数だけ現実がある。人の数だけ宇宙があるということであり、しかもそれらはすべて空であり真空なのです。ここまでですでに自分って何なんだろう、私って何なんだろうと思った人も多いかもしれません。自分を含めすべては素粒子であるということ、すべては一つだということ、そしてすべては真空から生み出されているということをお伝えしましたが、その何もない真空、すべてを生み出す真空こそが本当のあなたなのです。スピリチュアルな探求をしている人であれば、私はいないという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、それはつまりこういうことです。これが私たちが現実だと思っている世界。そしてこれはそれを生み出している一つの心です。私やワンネスなどと呼ばれることもあります。これら全体で一つの心です。円の中にたくさんの人がいますが、その中にいる一人が、今、あなたがあなただと思っているあなた。個人的としてのあなたです。私はいないというのは、円の中は仮想現実の世界であり、円の中にあるすべてのこと、あなたという人間さえも本当はいないということです。私はいないと考えるよりは、すべては空だ、
そして私とは全てだ。私とは無であり無限だ。というように考えた方がわかりやすいでしょう。しかし、その全てとは目に見えるもの全てであると同時に、何もない真空であり無であるので、その意味では全体としての私もいないということが言えます。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。今まで本当の自分なんて気にしたことなかったという人が大半だと思います。僕も自分は誰で何のために生まれてきたのかななんて考えたことありませんでした。ですが、この問いを見つめることがこの世界自体を知ることにもつながるなんて本当に衝撃です。本動画では多く触れられませんでしたが、実は量子力学パートにもめちゃめちゃ力が入っていて、量子力学のプロフェッショナルである高橋博克さんがたくさんの解説をされています。まさにスピリチュアルと量子力学の両方の観点から紐解いていくことになるんです。そこに仏教などの宗教が説く教えなども加わり、非常に深く濃い内容になっています。本書はここから徐々にギアが上がり、この世の仕組み、自分とは何者か、自分自身を生きる方法、そしてこの宇宙が生まれた秘密へと迫っていきます。古くはプラトンのイデア論にも通ずるこの考え、おそらく本書を読む方は多かれ少なかれ衝撃を受けるのではないでしょうか。そしてその衝撃は今後の人生に影響を与えると思います。あなたは今のまま生きていきますか？それとも真実を知りたいですか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを1つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せ作りに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。